皆さんこんにちは、ヒカルです。さあ、札幌の滞在もね、いよいよまあ最終日で、もうね夜になりましてね、今日はずっと小樽とね札幌のね動画ずっと撮り続けていました。でもう今ね晩ご飯食べて、もう部屋に戻ってきましてね、まあ、あとはゆっくりして寝るだけっていう感じなんですが、さあ今日のね、動画、まあ小樽でね一日中ずっと撮ってたんですが、まあ、予想以上にね、まあ、今回はまた反省点の多いね、まあ、撮影となってしまいました。まあそうですね、まずはやっぱり靴ですね。はい、一つ目靴、僕はねあのこのアディダスのねこの靴結構好んで履いてるんですが、これねクッション性は良くてねすごく、まあ、履きやすくて重宝はしてるものの、やっぱりある程度の距離っていうんですかね、結構長距離歩くときには、まあ、案外厳しいものがありましたね。まあちょっと雨とか降ったりとか、あとねこう水たまりにバシャってこう足突っ込んじゃったりするとね、もう途端にねこれ滑りまくってね結構危ない目にもあったんで、今回もねやっぱりちょっと靴っていうのはねこう、まあ、旅行っていうんですかね、撮影の時とか持っていくにはこの靴っていうのは、考えた方がいいかと思います。次にバックパックなんですが、こちらですね、511のラッシュ24、いつもねうちのチャンネルで使ってる、バッグなんですが、ここにね、まあ、ジンバルとか、まあ、オズモポケットとか今使ってるねこのカメラ全部入れて持ち運んでいたんですが、予想以上にですね体にかかる負荷っていうのは、大きかったですね。あのバッグ自体はねこれも30リットルくらい入るんで容量的には問題ないんですが、まあ、このメインのねこの、入れるところっていうんですかね、このメインコンパートメントっていうのかな、ここにね、まあ、ジンバルとかカメラとかを入れると、まあ、必然的に、バッグの底の方に重いものがね、まあ、固まる形になっちゃうんですが、これはねあんま良くないんですよね。結構ねこう登山とかしてる方とかのねこのパッキング術とかを見ますと、まあ、なるべく重い荷物はこの上の方上段の方に持ってくるようにって言われてるんで、それをやることはまあこのバッグちょっと難しいですね。しかもこうジンバルってねあのこう細長いこういうね棒状のものなんで、こう上の方にね置くっていうのはちょっと難しいですよね。まあこれを2つにこう分割できるんであれば、こう2つのブロックに分けて、まあ上部の方に配置するってこともできなくもないんですが、これがねやっぱどうしてもね僕の今回持ってた荷物の中じゃ、まあ、一番重かったんですよね。しかも今回は1回も使わなかったです。もうねちょっといろいろトラブルとかもあったんですけど、どうしてもね機動性に優れるこのオズモポケットをねすぐに使っちゃうんですよね。でもまあこのオズモポケットも決してこう万能っていうわけでもなく、今回はねやっぱりこの画角の狭さにね、泣かされましたね。まあ無理したりねこのワイドコンバージョンレンズつけて多少画角を稼ぐことはできるものの、特にね今回この小樽運河とか、まあ、小樽運河から少し行ったところの観光地っていうんですかね、こういうお店がずらーっと並んでるところは本当狭い道路に、ね、横の脇の方に店がこう並んでいる形になるんで、こう全体を撮ろうとするとかなりこう引いた感じで、まあ、動画撮らなきゃならないんですけど、まあ下がるにしたってそこ道路ですからね、あんまり下がると車に引かれちゃいますから、まあ、下がりようがないっていうところで、どうしてもなんかこうね画面にこう建物を収めてこうバッとダイナミックに映そうかなっていうのはちょっとこう向かないカメラなんですよね。まあそんな困難もありまして、このバッとこのマジンバルの、収納っていうのをもうちょっとやっぱり今後ね考えていかなければならないと思います。まあちょっとあとこのバッグ自体ねやっぱ重たいんですよ。何も入れてないのにバッグが重いっていう、まあ、もちろんこれはこの宣伝にいるナイロンでできているんで強度は確かに非常に高いんですが、こと旅行でこういったジンバルとか映像機材を持ち運ぶっていうのにはもしかしたらこれすごい向いてないかもしれないです。で、まあ、今回ね、このジンバルとオズモポケット以外にも、こういったね、モバイルルーターとか、あとこういうね、ちっちゃいミニバッテリーとか、まあ、あとこういうワイヤレスイヤホンとか、まあ、ケーブルとかバッテリーとか、ND フィルターとかって、こう、こまごましたものがやっぱ多いんですよね。で、そういったこまごましたものを、この、ラッシュ24に入れようとするといろんなところのポーチにこう収納しちゃうんで、結構ねこうとっちらかっちゃうんですよね。
なるべくこう一つのジャンルとかにまとめて何個かに分けたいっていうのがやっぱ本音なんですけど、それが、なかなかできないんで、ちょっとこのねバック、今後ねちょっと考えていこうかなって思っています。次の反省点なんですが、ちょっと体調面でね、悪いところが1点ありました。今日もね動画撮ってる最中にちょっと途中でねお腹痛くなってしまってね、撮影を中断して、またちょっとね再開するってことを何回か繰り返していたんで、まあ、そこですね、まあ、今はもう全然ね対処して、体調は回復したんですが、まあ、原因ははっきりしてるんですよ。これね札幌とか小樽に行ってね、こうついついねいろんな美味しいものとかね、こう外食とかもたくさんあるんで、もうテンション上がっちゃって、まあいろいろとこう食べ過ぎてしまったり飲み過ぎてしまったりってことがね、まあ、原因と思われます。特にね脂っこい食事とかね冷たいものとかっていうのを今回結構過剰に摂取した感じがするんで、それがね悪かったかと思います。なんでね今後はね、こう動画とか撮る日は、あんまりこうね、ちょっとこうなんでしょうかね、脂っこい食事とかそういったものは避けて、まあ、なるべく自制心を持ってね今後、挑みたいかなっていうふうにね思っています。さあということでね今回の、まとめなんですが、まず一つ目靴ですね、なるべくねトレッキングシューズとかハイキングシューズのような、もう少しね長距離を歩いたりするような靴を、まあ、選ぶということで、ことと、あと2つ目がバッグと、あと、まあ、荷物ですね、バックパックとかはねもうちょっとこう考えた方がいいのと、まあ、あとちょっとジンバルとかカメラとかそういったものもねよりこう、機動力の高い旅とかに向いている、ものをねちょっと今後選択していきたいかなと思っています。そして3つ目体調管理ですね、まあ、これ完全に僕の問題なんですけど、まあまあ撮影する日と日とかは、まあ、あんまりこうねこう暴飲暴食を避けて自制するような、食事をねするということですね。まあ今回も課題は見つかったものの、それ以上にねいろんな場所で風景とか撮ることができましたし、札幌以外にもね今回は小樽に行くこともできたんで、それはね非常に良かったかなと思っています。今後もですねやっぱりこのバッグとかね撮影機材はどんどん最適化していきたいかなって考えています。今回はねちょっと ジンバルが予想以上に、ちょっと常用するのが難しかったっていうことと、あとこのオズモポケットのね価格に泣かされるという、まあ、そういうシーンが多かったんで、まあ、次回来るときはねこの辺は、バッチリね解消して、またね撮影に臨みたいかなって考えています。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が皆様を何かの参考になれれば幸いです。で、今後もですね、北海道、特に札幌とか函館、小樽とかね、そういった場所、どんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。